渡辺聡志暁は、日本の情報学者。学位は PhD。国際大学グローバル、コミュニケーションセンター主管研究員、教授、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究科特任准教授、特定非営利活動法人コモンスフィア理事長。聖の名は、変の旧事態のため、新事態で、渡辺聡志暁とも表記される。英語では、 共渡辺との表記も用いられる。特定非営利活動法人クリエイティブ、コモンズジャパン常務理事、国際大学グローバル、コミュニケーションセンター準教授、国際大学グローバル、コミュニケーションセンター研究推進部部長、国際大学グローバル、コミュニケーションセンター研究部部長などを歴任した。図書館情報学、人文社会情報学、診療域法学、 公共政策を専攻する情報学者である。オープン化運動が産業や社会に与える影響について研究すると、ともに国や地方公共団体のオープンデータ化の推進にも携わっている。また、クリエイティブコモンズジャパンの母体であるコモンスフィアの理事長を務めており、オープンライセンスの普及活動にも取り組んでいる。百七十二年に生まれる。その後、 アメリカ合衆国のインディアナ大学のブルーミントン校に進学。テレコミュニケーションについて学び、2000年に MA の学位を取得した。さらにブルーミントン校にてマスコミュニケーションについて学び、2009年に PhD の学位を取得した。国際大学グローバルコミュニケーションセンターが CCY2.1 で公表した。 渡辺の肖像写真2012年10月16日オープン教育カンファレンスにて大学院生の頃から日本の国際大学にて職を得ていた2008年1月よりグローバルコミュニケーションセンターの客員研究員となっていたが同年6月には客員ではなく常勤の研究員として採用された2009年4月には国際大学のグローバル コミュニケーションセンターにて主任研究員に承認するとともに講師を兼務することになった。なお、本部であるグローバルコミュニケーションセンターでの勤務の傍ら、同年9月から2013年3月にかけて大学院の国際経営学研究科にて講師を非常勤で兼務した。さらに他の教育研究機関の職も兼任していた。 2010年4月から2013年8月まで、精神女子大学にて、2010年4月から2011年8月まで、東京大学大学院情報学館のもとに、設置されている教育部にて、それぞれ講師を非常勤で兼任した。また、2012年4月から2015年8月に、かけては、東京大学大学院の情報学館の講師を非常勤で兼任し、 学際情報学府などを横断するデジタル、ヒューマニティーズプログラムを担当した。2012年7月、国際大学のグローバルコミュニケーションセンターに手順教授に承認した。なお、準教授となってからも引き続き主任研究員の職に留まっていたが、2013年4月からは主幹研究員となった。さらに、同月より、研究推進部の部長も兼務しており、 翌年4月からは研究部の部長を兼務した。2015年6月より国際大学のグローバル・コミュニケーションセンターの役職は主幹研究員のみとなった。また、同月より慶応義塾大学の大学院にて政策・メディア研究科の特任准教授を兼任している。政策・メディア研究科においては、増田恒夫、浅野義博 時はタクジラと共に研究に従事した。その後、国際大学の教授に承認した。インターネット上の百科事典である Wikipedia の編集活動に参加していた。アカウント名はトモス。2002年11月、設立1年余りの英語版 Wikipedia と出会い、渡辺はこのプロジェクトのことを知った。この時の気持ちについて、最初は、 誰でも執筆に参加できるプロジェクトなんて変わっているなぁと思っただけ。それが本当にうまくいくのか、どこまでできるのか見届けたいという気持ちになったと語っている。その後、ウィキペディア日本語版の管理者を2020年5月まで務めた。情報学者としてもウィキペディアを研究テーマに挙げており、メディアリテラシーの視点からウィキペディアの活用方法を論じている。 2010年8月11日、フェアユースとメディアコンテンツ産業にて、森、浜田松本法律事務所パートナー野口優子、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究家特任准教授金生君、インターネットユーザー協会代表理事、津田大輔と専門は、情報学であり、特に図書館情報学、人文社会情報学、診療域法学、 公共政策といった分野の研究に従事した。具体的には、国や地方公共団体などのオープンデータ化や、マッシブ、オープンオンラインコースなどのオープン教育、オンライン百科事典のウィキペディアなど、オープン化運動にまつわる様々な概念が、産業や社会に与える影響について研究した。また、クリエイティブコモンズを日本の法体系に合わせるべく活動している。 クリエイティブ・コモンズ・ジャパンにて理事となり、常務を務めた。その後、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの運営母体である、コモン・スフィアにおいても、常務を務め、2016年3月31日に退任した中山信弘の後を襲い理事長に就任した。なお、この、コモン・スフィアは、もともとは、国際大学のグローバル・コミュニケーションセンターの支援により、あずまひ浜野聡志、 ドミニク・チェン、生きがいな音との4名で2005年に結成された組織である。その後、コモンスフィアのウェブサイトをクリエイティブ・コモンズ・ジャパンが管理するようになり、やがて2013年2月にクリエイティブ・コモンズ・ジャパンが自身の法人名をコモンスフィアに解消するに至ったものである。さらに、国や地方公共団体のデータのオープン化を推進する。 オープンナレッジファウンデーションジャパンの副理事長を務めた。その他、内閣官房の IT 総合戦略室より、オープンデータ伝導士の故障を与えられており、地方公共団体のオープンデータ化の推進などに尽力している。2012年には野田第三次改造内閣の内閣府特命担当大臣である、前原誠治より移植され、内閣に設置された。 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の企画委員会にて電子行政オープンデータ実務者会議の構成員の一人として名を連ねた。電子行政オープンデータ実務者会議のもとに置かれたルール普及ワーキンググループでは主査代理に就任し主査である川島光一らと政府標準利用規約の制定などに尽力した。政権交代により第二次 安倍内閣発足後も引き続き構成員を継続し、2013年3月より、電子行政オープンデータ実務社会議が高度情報、通信ネットワーク社会推進戦略本部の直属となってからも構成員を務めた。総務省の施設等機関である、情報通信政策研究所では、ファブ社会の基盤設計に関する検討会の構成員の一人として参画した。 慶応義塾大学においては、革新的イノベーションプログラムに採択された、感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張する、ファブ地球社会創造拠点の研究統括を務めた。2008年7月29日、アイコモンズサミットにて渡辺が登場する、クリエイティブコモンズアジア・パシフィックニュースレター。ありがとうございます。